どうも皆さん、こんにちは、みずひろです。今日はね、最新アップデートが来たよということで、ちょっと見ていこうかなと思います。まあ、サクッといつも通りね、軽く見ていきます。7月29日にまた急遽ね、急にアップデートが来ました。昨日ぐらいかなに来たらしいですね。で、28と来て29と、本当に突発的よね、いつもね、アップデートが。まあ別にいいんですけどね。で、今回の内容なんですけど、一応自分的にはちょっと嬉しい部分がいくつかあって、まあそれと対照的にいつも通りちょっとっていうところがいくつかあるというような、まあいいゲームだからこそ一歩欲しくなるっていうようなね、点が多かったかなというような感じです。大まかなアップデートの内容というか、まあ追加イベントというかね、そういう追加されるものってのが、家具の追加がメインとなってくるというところなんですけど、最後にね、なんか注意点があるんですよ。まあ、それはちょっと最後に軽く話します。で、花火大会が例年通りね、8月の毎週日曜日、去年も花火大会やってましたよね。夜7時から12時まで開催みたいです。で、そのね、気になる8月の、花火のね、日程ですね、が1日、8日、15、22、29と、毎週日曜日にやるということなんですけど、去年はね、2、9、16、23、30だったらしいです。で、時間はさっきも言ったけど、19時から24時と。で、今回ね、ちょっとね、って思った部分がいくつかあるんだけど、まあ、追加家具。まあ、どういう追加の方法かというと、大会の景品がね、常吉のくじかな。の景品が新たらしく3種類追加されたよということで、アイスキャンディー、わたあめ、タピオカドリンク。まあ、アイスキャンディーはね、なんか置いてあるのはあるけど、持てるようになったのかな、今回。あと、わたあめいいね、わたあめ。これから自分も夏の景色作るかわからないけど、和風を作り直すので、その時にわたあめと飾ってあるとね、やっぱり和風感出るし、夏祭りだなって感じが出ると思うので、できればね、前回作った感じの時に欲しかったんだけど、まあ、ないものねだりですよね。そして、ブーム去りましたけどっていうね、タピオカドリンクがなんと、3つ目の追加家具と。タピオカなんてさ、もう、ないよね。結構減ったでしょ。今のご時世もプラスアルファで、やっぱブーム、インスタ映えもしなくなってきたということで、だいぶ減ってきたんじゃないの？最近フルーツサンドとか、まあ、自分は JK じゃないんでわからないですけど、その辺が流行ってるんじゃない？まあ、ゴンチャとかはね、今も相変わらずあるけど、たまに飲みたくなるよね。まあ、確かに美味しい。ただ高いよね、ちょっとね。スタバとタピオカだったらみんなどっちが好き？まあ、あんまりどっちも好きじゃないんだけどさ。まあ、C って言うなら、スタバやな。はい、で、次ね。いつも通り季節の家具ということで、たぬきショッピングにお盆にちなんだ家具が追加されます。8月10日から16、きゅうりの馬となすびの牛ということで、これもね、結構嬉しいな、自分的には。ケロッピ縁側、ケロッピの廊下かとかに、この家具を置くとより一層ね、縁側感出るんじゃないかなということで、ぜひね、縁側を使ってクリエイトしてる人とか、それ以外でもね、地面に置くだけでも和風感、お盆感、夏らしい感じがね、出るんじゃないかなと。ディティールもすごいね、もうそれっぽくていいですね。余談なんだけどさ、自分、キュウリじゃねえ。自分、猫をね、最近飼い始めて、サブチャンでチョロボチアップしようかなと思ってるんですけど、猫ってね、キュウリを後ろに置くとびっくりするらしいですね。もうちょっと慣れてくれたらね、キュウリドッキリなんてもやってみたいなとか思うんだけど、本当にびっくりするんですかね。はい、次ね、月見にちなんだ家具が3種類追加ということで、9月12から21。9月のイベント、これだけかーっていう風に思っちゃうとちょっと残念ですね。月見団子と月餅とソンビョンっていう、感じで3種類追加されます。でもね、月見団子はマジでいいと思う。なんかいろんな場面で表せると思います。すごいね、見た目もいいので、ちょっと写真出てると思うんですけど、これは確かにあり。まあ、追加されるだけいいなーとは思いつつ、やっぱり自分もね、あつ森の前手とか、家具使うだけで新しいクリエイトとかね、景色を作りたい欲とか、思い描けるのはまだまだ出てくるので、そういった意味で、既存のね、ゲーム性としては楽しめてるんですけど、
やっぱり目新しい家具だったりとかイベントっていうのが追加されるとなおねやる気が出たりとか盛り上がるので、まあ、配信者目線的にも一プレイヤー目線でもやっぱりアップデートっていうのがねちゃんと入ってくれると、まあ、盛り上がる、うん、普通に嬉しいというかね、まだ気にかけてくれてるんやなって感じでね、まあ、気になりますよね、ますます。でもまあ酷評というか全然いいんですけど、さっきも言った通り、まあ、2ヶ月分アップデートが来て、まあ、8、9のイベントが、まあ、夏祭りだけかっていうね、うん、まあ、去年と変わらないっていうところがねちょっと残念だったかなと思います。まあ、かといってね何か新しいイベントが何時期とか1年にちなんだねイベントっていうのが、まあ、入ってこれるかっていうと難しいんですけど、まあ、昔のキャラを追加したりとかっていうのも良かったし、まあ、そういうできる範囲でもなんか目新しさ2年目ならではのものが入ってくれたらちょっと嬉しかったかなと思います。はい。で、最後ね注意点ですね。最初に言った通りなんですけど、一つ注意点というか、あのリアタイ勢は関係ないんだけど、時かけ勢、時を飛ばしてね祭りをやってたよとかいう人は、8月の2021年の8月にアップデが入って花火大会が見れるようになるというのと同時に、8月、2020年の8月ですねがアップデをすると、今度そっちでねお祭りというか日曜日のイベントがなくなってしまうということなので、更新した後は2021年のみになってしまうので、まあ危ない注意ではないけど、まあ一個ワンポイントアドバイスじゃないですけどね、気に留めておくといいかなと思います。まあ戻る人いないと思うけどね、自分で結構やるんだよね。なんか戻りたいなと思ってふと家具欲しくてさ戻ったりするんだけど、アップデート後とかに行くとね追加されてるはずの家具がもう出てなかったりとかして、わあこれ限定家具取り忘れたみたいなねよくあるんですけど、まあ今回に関してはアイテムが増えるよって感じなので、まあ逆にいいんじゃない2021年の夏を楽しもうということですね。まあ今年はどうだろう、花火とかみんな見に行けるわけもないですよね、まあ、やってないですしね。自分もなんかたまに配信で話すんですけど、花火とか、うん、やっぱ見れるとねいいなとか思う年になってきたので、まあ、高校でねカップルでとかそういう青春は してないんでね僕は、うん、ただ夏に誰かと花火見に行こうみたいな、あの夏はバリバリ部活しかしてなかったので、まあ、今になってね、まあ、普通に友達と花火でも行こうかなとか思ってた矢先、まあ、今こういう事態なのでなかなか行けないんですけど、あつ森のね花火もね綺麗なんですよ。去年の映像あったらちょっと入れてると思うんですけど、ないかな、去年の PV かなんかで見れるかな、わからんけど、まあ、あつ森のね景色プラス花火も美しいので、まあ、夏もしねイベント日があれば、配信かなんかで夏楽しもうイベントつってね参加型かなんかでワイワイできたらなとか思っております。ということでね今回は簡易的な、アップデまとめの動画でございました。またね何か発見があったらお伝えしたいと思います。今年も夏暑いです。例年暑くなってくるけどね、まあ、みんなで熱盛でね楽しみつつ乗り切っていきましょう。ということで最後までご視聴ありがとうございます。以上でした。バイバイ。